んにちは、ほみほみドッグトレーナーゆかです。皆さん、ワンちゃんのことが可愛くて愛情表現のスキンシップと思ってやっているのに、ワンちゃんはうなったり急に噛んできたり、なんで怒るのっていう場面ありませんか？今回はほとんどの飼い主さんがワンちゃんを可愛がっていると思ってやっているんだけど、実はワンちゃんにストレスを与えてしまっているという7つの行動についてお話しします。ぜひ最後まで見てくださいね。ほめほめ。まず一つ目はスキンシップが一方的。ワンちゃんのことを可愛いね、いい子だねって撫でたり抱きしめたりするのは、信頼関係がちゃんとできていればワンちゃんも喜ぶことです。でも飼い主さんはワンちゃんのことが可愛いあまりに、つい一方的でしつこくなっちゃってるパターンが多いんです。もしワンちゃんがうなってきたら、それはしつこいよ、いい加減にしてと言っているサインです。そしてうなるのは、それ以上やったら噛むようなお知らせサインですので、ワンちゃんが嫌がるまでしつこく撫でないように気をつけましょう。2つ目はじーっと見すぎ。これも1つ目のスキンシップと似てるんですけれども、人の方はワンちゃんのこと可愛いねって思って見てるんですけども、ワンちゃんの方は特に来客とかお出かけ先で家族以外の知らない人に囲まれてジロジロ見られすぎるとストレスに感じます。私たちも関係の薄い人からじーっと見られてたら、何見てんだよって不快に感じますよね。ちなみに子犬の人への社会化の失敗も、人だけがワンちゃん可愛いって楽しくて、子犬はただ緊張して終わりっていう経験の積み重ねになっちゃうパターンです。じゃあワンちゃんがストレスに感じないようにどうすればいいかというと、飼い主さんからご褒美あげたり、できそうなら可愛がってくれる皆さんにもご褒美をワンちゃんにあげてもらってください。そうするとワンちゃんも人もお互い楽しく過ごせるようになります。3つ目は NG な抱っこをしている。大抵の人がやってしまっている代表的な NG 抱っこを3つ挙げます。1つ目はワンちゃんの両前足を持って持ち上げてしまっているということ。抱っこ好きなワンちゃんは両前足を上げて抱っこ抱っこできますよね。だから飼い主さん、その両前足を持ってこのように持ち上げてしまうんですが、これは実はワンちゃんの肩を痛めてしまいます。私たちと違ってワンちゃんの腕はいろんな方向に動きません。このように前方にも持ち上がりませんので、両前足を持って持ち上げるのはやめましょう。そして NG 抱っこ2つ目、正面から覆いかぶさるようにいかないということです。これは特に小型犬のワンちゃんは威圧感を感じて、抱っこしようとすると逃げるようになってしまうことが多いです。そして3つ目、縦抱っこをしている。これですね、人間の赤ちゃんのように縦に抱っこしてしまう飼い主さんがとても多いんですが、犬は四つ足の動物なので横姿勢が自然なんです。ずっと縦抱っこしてると、それにワンちゃん慣れてしまうんですけれども、実は足腰に負担がかかります。正しい抱っこのやり方は過去に実践動画も上げています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも参考にしてくださいね。4つ目はクレート不在。ワンちゃんを自由にさせてあげたいと思ってクレートを設置してないという方、ワンちゃんは無駄吠えが多いとか、ほとんど止まることがないくらい落ち着けないとかっていう風になっていませんか？原因はそう、落ち着けるところがないんです。私たちにもプライベート空間である個室がそれぞれ必要なように、ワンちゃんも安心して落ち着ける個室が絶対必要です。クレートが普段安心安全なお部屋になっていれば、雨噛みや破壊行動の防止にも役立ちますし、車での移動やお留守番、旅行先で落ち着ける、そして万が一の災害時に同行避難で受け入れてもらいやすいなど、メリットがいっぱいです。クレートトレーニングの実践動画も別にありますので、概要欄に貼っておきますね。そして5つ目は連日ドッグランに連れて行くということです。ワンちゃんを広々とした場所で自由に思い切り走り回らせてあげたいと思いますよね。
もちろんワンちゃんが犬同士の触れ合いを楽しめるなら、楽しそうなワンちゃん見るのも飼い主さん楽しいですし、時々行くのはいいと思います。でも例えば毎朝お散歩でドッグラン行って走り回らせるとか、連日は逆にワンちゃんにストレスになっている場合があります。なぜなら興奮のコントロールがどんどんワンちゃんできなくなるんですね。走り回って興奮して吠えちゃう子なら、ドッグランは興奮して吠えを助長させることになりますので、やめた方がいいと思います。そして6つ目は、おやつをあげるときにお預けをさせている。飼い主さん優しいので、おやつの時間って作ってあげてる方も多いですよね。そもそもおやつはトレーニングのご褒美としてだけにした方がいいんですけども、問題はおやつをあげるときに皆さんお預けをさせてしまうことなんです。それで飼い主さんは待ての練習をしているつもりなんだけれども、残念ながらご飯とおやつの前のお預けしかワンちゃんできるようにはなりません。お預けはワンちゃんに我慢させてイライラさせて、要求吠えや早食いの原因になるなど副作用しかないので、今すぐやめましょう。おやつあげるときはお座りなどで簡単な指示に従ったらすぐあげるって十分です。7つ目は、食事の時間が規則的。人間と同じ感覚でワンちゃんの食事の時間を決めている方いませんか？ご家庭のライフスタイルでだいたいいつも決まった時間帯になるのはまあ自然なことなんですけども、きっちり規則的に決めているとしたら決めない方がいいです。なぜかというと、時間がずれた時に要求吠えをするとか、ペットホテルや入院でいつもの時間にご飯が出てこない時、ワンちゃんストレスになってしまいます。ですので普段から食事の時間はきっちり決めずに、ワンちゃんが予測できないようにしておいた方がいいです。以上、今回は飼い主さんの愛情表現が実はワンちゃんにストレスを与えている7つの行動についてお話ししました。思い当たる項目がある方はぜひ見直してみてくださいね。今回も参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちなみにほめほめホームでは現在事務局をやってくれる方を募集しています。ほめほめドッグトレーナーゆかを応援したいと思ってくれる方で、メール対応などの事務が得意な方、概要欄に詳細の URL を貼っておきますので、ぜひそちらをチェックしてご応募くださいね。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは、ワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らす方法や考え方もお伝えしています。興味のある方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。